今日、新城市立東郷中学校の体育館で行われたのはサッカーワールドカップカタール大会で史上初めて女性審判員に選ばれた山下芳美さんの講演会。山下さんの母親が新城市出身という縁もあり実施されたこの会は、およそ250人が集まり、人権や女性の活躍をテーマに山下さんが講演しました。 J リーグで笛を吹いているのは一人だけで、世界を見てもそれは同じ状況なので、ジェンダーギャップあるんだろうなと思います。会場では山下さんのスパイクやワールドカップのメダルなどが展示され、訪れた人は写真に収めていました。